ようこそいちごキッチンへ。こんにちは、藤田ひろこです。今日は自家製酵母って何っていうことについてお伝えをしていきたいと思います。この番組では藤田ひろこのおすすめ情報やパン作りのコツなどをお伝えしております。よろしければチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。こちらのベルのマークを押して通知をオンにしておいていただくと最新情報がお手元に届きます。よろしければそちらの方もチェックしておいてくださいね。はい、それでは今日もいちごキッチンオープンです。はい、じゃあ今日は、自家製酵母って何ということについてお伝えをしていきたいと思います。私は今までね、ホーローパンのチャンネルということでイーストで作るパン作りというのを手軽なパン作りの製法としてお伝えをしております。で、もう一つこだわり派のパン作りということで自家製天然酵母を使ったパン作りというご紹介をしております。で、よくねご質問で、そもそも自家製酵母って何なんですか、天然酵母ってよく聞くけど何なんですかっていうご質問をいただくので、ちょっとその辺をね軽く今日はご紹介できればと思っております。はい、で、自家製酵母って私はよく表現で使うんですけれども、正しくはというか自家培養酵母っていう言い方をするんだよっていうふうにプロの世界では言われてます。っていうのが、自家製酵母っていうけれども酵母自体は自然界に存在していて、それを自家製って作るわけじゃないので自分の家で培養するんだよっていうところで自家培養酵母というふうに呼ばれています。でも皆さんの中では聞き馴染みがあるのがね、まず自家製酵母だと思うので今日は自家製酵母っていうワードで続けていきますね。で、そもそもで自家製酵母で作ったパンと、イーストだけで作ったパンの大きな違いなんですけれども、大きく3つの点で異なってきます。はい、まず1点目、仕上がりの味の深さですね、味わいっていう部分で異なります。で、2点目作業効率の違いですね、こちらが異なってきます。で、3点目、酵母液が活用できるかどうか、他に活用できるかどうかっていうことで異なってきます。味わいでまず比較したときに自家製酵母で作ると結構その風味とか味わいが深くなるっていうのが特徴です、メリットですね。で、自家製酵母で作るのが好きな方っていうのはその奥が深いね、その風味豊かな感じっていうのが好きだよっていう方が結構こうやってこだわって作られるっていうパターンが多いです。で、かといって、イーストがじゃあイーストだけで作ったら美味しくないかといったらそうではなくって、イーストも使い方次第で十分美味しさを引き出すことはできるんですけれども、イーストっていうのは単一酵母と言われるものでインスタントドライイーストの話ですね。で、単一酵母、1種類の酵母なので奥行きとか複雑味とかはないんですね。で、一方でこの自家製酵母っていうのはいろんな複数種類の酵母とか、菌とかいろんな、その発酵の力が働くのでそれで旨味が増したり複雑味が増すっていうことが一番のメリットになってきます。はい、でイーストっていうのはスポーツ選手でいうとすごい大リーガーの野球選手みたいな、何をしても失敗しない安定した力があるっていうのがインスタントドライイーストですね。で、この自家製酵母っていうのは私はよく草野球の少年野球のチームに例えるんですけれども、走るのが上手い子もいれば打つのが得意な子もいて、いろんな個性が合わさってるからすごいいいチーム、個性のある何て言うのかな、味が深いチームになるんですよ。ただ安定しないから今日は調子がいいよくって膨らむけど、なんか扱い方間違うと全然やる気なくてチーンってこう膨らまないみたいなね、そういう複雑さとか難しさがあるっていうのがちょっと自家製酵母だよみたいな話をよく教室でしております。作業効率の面での安定性ですね、あるのがインスタントドライイーストで、扱いを間違ってしまうとこう酸っぱいパンになったり膨らまなかったりっていうリスクがあるのが自家製酵母ということになります。なのでそういった意味で考えた時に、どちらが手軽で簡単かっていうと、やっぱりインスタントドライイーストで使って、焼くパンっていうのは、ほぼ失敗することが少ないっていうことは言えるかと思います。ただ自家製酵母で作ることがすごく難しいかといえばそれはちょっと違うかなというふうに私は思っています。はい、で、自家製酵母を作るのにもちゃんとポイントっていうのがあって、そのコツさえ押さえれば時間がゆっくり時間をかけて作るパン作りになるんですね。なので、忙しい方ほどその焦って作
する必要がないから作業が細切れにできるっていうのが自家製酵母のパン作りのメリットになります。インスタントドライイーストは比較的早い時間でも作ることができるっていうことが大きな違いになるかなと思います。で、極端な例でいくと、例えばインスタントドライイーストで作るパンだったら、私のレシピだと最速で2時間で作れます。2時間、で、自家製酵母を使ったパン作りってなると、実はこれ種作りにまずこの今ここに入っているのがレーズンとお砂糖とお水を発酵させた液なんですけれども、これを作るのにだいたい5日から1週間かかるんですね。で、さらにはこの液を強力粉と一緒につないだり全粒粉を入れたりっていう工程があって、こういうふうに段階を経てやっていくんですけど、この種が完成するのがさらに追加で3日かかります。なのでトータルで考えた時に、その、イーストの代わりにこの種を使っていくんですけど、パン作りの中で最低でも8日ぐらい、まあ、8日から10日ぐらい種を作るのにかかるっていうのが自家製酵母のパンです。ただ、その種さえ作っておけば毎回作らなきゃいけないわけじゃなくて、しばらくこれを何回かに分けてね使うことができるので、あとは、このエキス自体は1回作ってしまうとまたちょっと何回かはまた作れるということになるので、つどつどその10日かかるわけではないということは、なんとなくこう頭の中に入れといていただけたらと思います。で、自家製酵母の方なんですけれども、実はこの酵母液自体の活用法っていうのが他にあるんですね。で、インスタントドライイーストっていうのはなかなかパンに使う以外に活用法ってないと思うんですけど、お肉を漬け込んでいくとお肉が柔らかくなったりとか、そういった効果もあるし、お菓子作りに活用しても奥深い風味が出たりっていうね、いろんな活用技が他にあるっていうのも自家製酵母のすごく魅力かなと思います。で、あと、今日はレーズンで仕込んでるんですけれども、季節のフルーツなんかで作れるんですね。で、例えば旬のイチゴとか、梅の時期の梅酵母とかで、梅で作った時には私は自家製のラー油にするんですけれども、そのラー油の隠し味になったりとかっていうところで、いろんな季節のもの、旬のものと向き合って作れるっていうのも自家製酵母の、ハマる方がね多いっていう理由の一つであります。実際にやってみると、その難しいか難しくないかっていうのは感じ方本当に人それぞれだと思うんですけれども、お忙しい方でも自家製酵母ってやってます。働いてる方でも、教室の生徒さんとかもたくさんやってる方いらっしゃる。で、それは何でかっていうと、例えば2時間3時間のまとまった時間を作る方がちょっと気持ちがせいちゃって難しいっていうパターンですよね。で、自家製酵母だとちょっと会社帰り夜にささっと作業をして、で、一晩寝かせて発酵させて、で、次の作業をまた翌日やってみたいなことができるので、合間合間でちょちょっと作業してちょっと休ませるみたいなのができるのが自家製酵母の魅力なんですね。なので生活の中にすごく取り込みやすいかなとは思います。ただ例えばお子さんが小さいとか予期せぬ感じでこう生活スタイルの流れが見えにくい方っていうのは、まだちょっと、自家製酵母のお世話をするっていうのが本当に子供の世話をするのとすごく似てるんですね。生き物を一つ育てるような感覚があるので、そういった方には少し、お好きじゃないと少しハードルが上がっちゃうかもしれないんですけれども、何か自分で時間ができて新しい趣味を見つけたいなっていう方にはとてもね楽しい奥深い世界かと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。自家製酵母の、ね、魅力まだまだ語り尽くせないほどあります。で、こういったパン作りの他にもシフォンケーキを焼くときに入れたり、クッキーを焼くときに入れるとすごく奥深くなったりっていうね、そういったメリットがありますので、また別の動画でご紹介する機会を持てたらと思ってますので、よろしければそちらの方も楽しみにされてください。今日は自家製酵母って何っていうことで、お伝えをしていきました。いかがだったでしょうか。この番組役に立ったよ、もっと見たいなっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援の方をよろしくお願いします。日々の情報に関しましては公式 LINE やインスタ等でご案内をしております。よろしければそちらの方もフォローの方をお願いします。はい、それでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ごきげんよう、またねー。